はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ハグを使ってプレイしていきたいと思います。はい、よいしょ。今日はね、8月9日でハグの日らしいので、デッドバイでハグを使っていきたいと思います。ちょっとあの位置の呪いの塔でもやばいんじゃないですか。いましたね。一応ここに置いておきましょうか。一人いました。よいしょ、クロちゃん。ほっほっ、まさかあれは、あ、踏まない、惜しい踏むかなと思ったんだけど。ハグでオーモンドってどうなんすかね。よいしょ。ハグは俺あんま使ってないから、ちょっとレーティングがあんまり高くないかもしれない、もしかしたら。はい、早速一人目ですね。はい、スキルレーティングによってあんまり使ってないキャラクターがあんまそんな強い敵とサバイバーと当たらないので、だいぶそこはありがたいんだけど、たまにめちゃくちゃ強い時もあるし、めちゃくちゃ弱い時もあるっていうね、結構適当なマッチングなんですよね。よいしょ。でもまあまだね、調整中だろうからね、後々バランスよくなるんだろうけど。はいはいはい、あ、早いな、あっちか。まあ、ハグの日なんだけど、まあ、本来のそのハグの日はね、このデッドバイデイライトのハグじゃなくて、ギューする方のねハグなんですけども、皆さんいますか、ギューする人。おほほほほほ、いや気持ちいい、天秤決まったな。デバーのトークもたまったし、天秤も決まったっていう、いやこれめちゃくちゃ気持ちいいな。てかもう発撃2個つくんかい、早っ、やばくない。よしよしよし、やばくない。ちょっと待って、あれまずいぞ、大丈夫か。ほい、よいしょ。あ、よかった、あれは違うわ、デバーのトークのとこじゃないわ、デバーのトーテムのとこではない。はい、罠踏め、罠踏め、不満な、罠不満な。よいしょ、やっぱ発電機つくの早いな。もう2個もついたぞ。回してますね、これは。回してたのかな、痛い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 、くっ、救助いかねえな。よいしょ。今回ちなみになんですけども、罠を踏んでも通知がいかないというアドを持ってきてるので、多分気づかねえんじゃねえかな、罠踏んでも。いた、出たぞ、じゃない、助けねえ、死んだぞマジか、味方の救助意識低すぎねえか、死んだぞ嘘でしょどんだけ発電機回すのに本気になってんの。あの、あそこに一応いるね。どんだけ発電機回すのに躍起になってんだ全然救助いけたでしょ。よいしょ、さあさあさあ、いた、救助入んねえかな。よいしょ、救助入んねえなちょ、やっぱ味方一人いない、もしかして、もしかすると一人放置してるとか、そういう感じ。いた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 、はい、いないね、一人働いてる。いやでも発電機ボンボンってついたもんな。ああ、救助ありましたね、よいしょ、びっくりした、びっくりした、いた、いてよかったよ、いねえかと思ったよ。んーと、こっち逃げてましたね。
あ、でも回ってるわ。あ、発電機回すのに夢中になってたんだ、きっと。はい、これで生存者側にデボアの通知が行きましたね。あ、よっこいしょ。じゃレーティング制になってからしばらくあんまり使ってないキラーの動画はこんな感じになるかもしれん。パワーバランスがね、よいしょね、結構ガバガバなんですよね。いやでも今日本当に極端に強かったり、いや極端に弱かったりするんで、うん、今回ちょっとあれかな、ランク低めの人たちなのかな。あ、あれ間に合わねえんじゃねえかな、あそこの穴外しろ。だってデボは決めたかったけどな。ちょっと助け出させるか。いや、でもちょっと待って、あのオーモンドって結構ねキラーがね苦手なマップなんだけどね、デボは決めたかったな。助け行ってくんないかな、助け行ってるかな、これ助け行ってないのかな。あ、助けた、えいえい、よいしょ。これちょっとうんうん、ちょっとうん、だいぶ生存者とそキラーとの腕前がかけ離れてる気がする。まあでもあれが普段使わないから、まあでもいいことなんだよね。でもね、まあでもレーティング制のガバ具合がちょっとこれでみんなにも分かってもらえたかなと思うんだけど、まあでも確かにまんべんなくいろんなキラー使える人もいますけど、極端にナースは使えるけどビリーはダメとか、トラッパー使えるけどレーサーダメみたいな人もいるから、まあしゃあないのかなっていうね。僕は一応結構幅広く使えるんですけど、一応ピックは苦手で、ピック以外はまあそのちょいちょいは使えるかななんて思ってるんだけど、そんな人はね、例えばピックとか、俺例えばピック使った時とかね、これぐらいじゃないと多分負けるんで、悪くないのかななんて思いますけど。よいしょ。ということでね、トークン5つ貯めれたので、美味しくいただきましょうか。よっこいしょ。でも発電機バンバーンってつきましたよね。これレーティング制で、まあ、これだけその多分ランクがかけ離れてた生存者なのに、発電機はめちゃくちゃつくと。この新スキンハグです。ちなみに顔が2個あるっていう。うほほー、やべやべやべ、危な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 、ハチ近い、危な、ハチ近い、危な危な、よし。なんかハグの日だからね、ハグの動画にしたんだけど、なんかスキルレーティングの動画になっちゃいましたね。よいしょよいしょ。いや、ハグのメメント最初見た時衝撃だったな。実装順的にハグが一番黒かったからね、当時はね。うん、今でこそいろんな鬼とかデススリンガーとか結構みんなグロいけど、メメントモリ最初トラッパーとかレイスとかヒルビリーとかナースとかマイケル出たあたりはそこまでグロくなかったから、このハグのメメントはね相当強烈でしたね。はい、ということで今日はね8月9日ハグの日ということで、まあ、ハグを久々に使ってみたんですけども、まあ、普段あんまり使わないからレーティングが多分ね低めに設定されてるから、多分対戦相手もちょっとランク低かったんじゃないかな。見てみましょうか。ですね、まあ、こう見るとまあ確かにガバいけど、その運営が目指そうとしてるレーティングシステムにはまあなってるのかなと。ハグ全然使ってないからぶっちゃけ、はい、マジでハグ使わないから、前回俺ハグの動画撮ってから多分そっから片手で数えれるくらいしか使ってないんで、全く使ってないと言っていいほど過言じゃないんで、だからまあ対戦相手もそれ相応の相手が来たのかななんていう気がしましたけどね。
今までのマッチングじゃまずこんなマッチなかったですけどね、スキルレーティングね。はい、すごい。なんかハグの日、ハグの日だからハグの動画にしたのになんかスキルレーティングの動画になっちゃった。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。またなんかね違うキラーの、ね、動画撮っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。